皆様、こんにちは。ひとり恐竜祭りです。今回は、2種類の恐竜、アロサウルスとアパトサウルスを描きます。色も塗ってみます。それでは、どうぞ。さらっと、下書きします。ペンで書くときの補助みたいなものです。2種類、3頭の恐竜を書くので、それぞれの立ち位置と大きさがわかる程度で簡単に。はい、下書き終わりです。アパトサウルスは、中生代、ジュラ紀後期の、北アメリカに住んでいました。最大体長、26メートル。推定体重、14トンから30トン。アパトサウルスという学名は、惑わすトカゲという意味です。以前はブロントサウルスという学名でした。学名をつけるときには最初につけた名前が有効というルールがあり、先に見つかっていたアパトサウルスと、後から見つかったブロントサウルスが、同じ種類だということが分かったので、アパトサウルスに改名されたのです。全体的に骨太で、頭が小さく、首よりも尻尾の方が長く、尻尾の骨は80個以上ありました。前肢は5本指で、親指だけに大きな爪があります。後肢は5本指で、親指から中指だけに爪があります。爪のない指には、角質のパッドがあったようです。頭骨のてっぺんに鼻孔がありますが、爬虫類や、鳥類には、頭骨の鼻孔と、外見から見える鼻の穴の位置が、異なっている種類もいることから、鼻は口先にあった、とされています。アロサウルスは、最大体長、12メートル。推定体重、900キロから 3.6 トン。アパトサウルスと同じ時代、北アメリカやポルトガルに住んでいました。名前の意味は、変なトカゲ。なんだ爪当てが。奇妙なトカゲ、とか、変わったトカゲ、とも訳されます。目の上に三角形のトサカがあり、前肢は三本指で、親指の爪が特に大きく、顎関節が緩く、大きく口を開けることができました。前肢を使って獲物を引き寄せ、噛みついて倒していたのでしょう。頭も、歯も大きく、恐ろしい捕食者だったと思われますが、正面から見ると、ぺったんこです。たくさんの化石が見つかっていて、研究が進んでいる獣脚類の一つで、とても活発で、運動神経が良かった、という研究結果から、化石の復元も、アクティブな姿が多いです。
頭骨には大きな穴がたくさん開いていて、軽い作りになっていました。武器や防具と一緒で、軽い方がコントロールしやすいので、獲物の急所を的確に狙うことで、狩りの効率をアップさせていたのかも。ぺったんこですけど。アパトサウルスと一緒に描くと、小さく見えますね。違う種類の恐竜を描くときは、体の大きさの違いだけでなく、パーツの大きさの違いも意識して描きましょう。アロサウルスの体長は、アパトサウルスの半分以下ですが、頭骨は、アパトサウルスよりも、一回り大きいのです。アロサウルスが、アパトサウルスを獲物にしていたかどうか、化石の証拠としては残っていませんが、北アメリカのモリソン層で見つかる獣脚類の約 70% がアロサウルスなので、割とどこにでもいて、いろんな恐竜を獲物にしていたのではないでしょうか。アパトサウルスには、ムチのような尻尾と、前肢の親指に大きな爪がありました。反撃されれば、アロサウルスも無傷では済まなかったでしょう。アパトサウルスは群れを作らず、単独で暮らしていた、とされているので、群れて防御する必要がないほど、強力な武器だったのかもしれません。アパトサウルスは、他のディプロドクス類とは違い、首の骨一個一個が大きく、首が太いので、頭を振り回して、戦うこともできたかもしれません。頭骨も困難ですし、エロ鉛筆を使って彩色するのは数十年ぶりですが、いいね、これ。戦いの絵に合ってないかもしれないけど、ほんわかした絵本みたい。色鉛筆なので、ちょっと淡い雰囲気になっちゃった。輪郭の線をもっと太く描き、クレヨンやコンテで塗ると、迫力のある絵に仕上がったかなぁ？恐竜は、アクイロプス。まったねー。